こんにちは、おもかげです。アゼルバイジャンの首都バクーから始まったコーカサスの旅も今日で6日目。今日ご紹介するのはもうすでにアゼルバイジャンの国境を越えてですね、その隣の国ジョージアの首都トビリシです。今日はね、このジョージアの首都トビリシの旧市街を散歩しようと思います。もうすでにですね、ここはジョージアの旧市街に位置しています。この辺一帯はですね、建物も結構古いんですけれども、あのホテルとかですね、旅行代理店とかそういうのがずっと軒を連ねている、まあ、観光の中心地と言えると思います。で、まあ、このジョージアという国なんですけれども、実はね、今日本の旅行者にも、まあ、非常に人気のある国に、まあ、人気があるって言っても、まあその、まあ、一部のバックパッカーとかに向けてですけれども、かなり観光客が多くなっているんじゃないでしょうか。僕はね、実は今回ジョージアに行く、ジョージアっていう国自体はですね、2回目なんですけれども、実はトビリシには初めて来ました。で、こんなに観光地として整備されているとは思っていなかったですし、何よりもやっぱり物価が安いんですよ。結構ね、びっくりするぐらいに安くて、実はこの街に着いた初日なんですけれども、予約していたホテルがちょっと泊まれなくて、近くにあったユースホステルみたいなところ、ドミトリーに泊まったんですね。本当もう一泊だけ、夜から朝、次の朝までにかけてっていう時間だったんで、もう寝れればいいなと思って泊まったドミトリーは一泊がね、300円ぐらいでした、日本円で。いや、びっくりするぐらい安かったですね。で、こう観光地のね、中心地に来てもそんなに高くないですよ。こういうところのケバブスタンドとかで食べてもね、2、300円で食べれたような記憶ですね。本当に街並みはね、こういうヨーロッパ風なんですけれども、物価はインド並み。外はヨーロッパで中の物価はインドっていうね、まあ、バックパッカーからすればもう最高で、さらにですね、このトビリシっていう街はですね、もともと暖かいっていう言葉の意味なんですけれども、その暖かい由来、暖かさの由来っていうのはですね、この街には温泉があるんですね。で、まあ、この旧市街の中にですね、その温泉の、まあ、温泉っていうか、まあ、ハマムって言ったりしますね。まあ、トルコ式だとか中東なんかではハマムっていう公衆浴場がありますけれども、まあ、それに似た形のところがあります。で、今映像に映っているのがですね、これお菓子なんですね。チュルヘチラっていうジョージアのお菓子ですね。これすごいおすすめで美味しくて、スニッカーズだとか、ああいうなんだろう、エネルギー源のためのお菓子みたいなのあるじゃないですか。高カロリーなんですかね。それとね、似た味です。すごくおすすめ、美味しかったです。僕結構ね、観光客は好き嫌い分かれる食べ物かと思うんですけど、僕はすごく好きで、結構お土産にも買って帰りました。で、今ね、もう旧市街のここがど真ん中です。で、こう、まあ、ちょっと広場みたいになってて、画家とかね、絵とかいろんな民芸品とか売ったりしていて、ここはね、絨毯屋ですけれども、ここをね、ずっと進んでいった、先には、このジョージアの旧市街のある種、ランドマーク的な教会があります。今ね、実はそのシオニ教会っていうんですけれども、その教会に今向かっている最中なんですね。もうここを過ぎると見えてくると思います。で、今見えたのが、これがシオニ大聖堂です。ここはですね、長くジョージアのジョージア正教、ジョージアのキリスト教っていうのはジョージア正教、正教なんですね。そのジョージア正教にとって長くこのシオニ大聖堂っていうのは総本山中心地だったんですね。今はね、別の教会にその座は譲っているんですけれども、それでもやっぱりこの、ここはジョージア正教にとってとても重要な場所で、
で、なぜならですね、この、建物の中には聖ニノというですね、まあ、このグルジアにジョージアにあのキリスト教を広めた聖人なんですけれども、その人が持ち込んだ十字架っていうのが残されています。ではちょっと中に入ってみましょう。で、ご覧の通りこう中はね結構こじんまりとしているんですけれども、その中にねあのいろんなものが置かれている状況ですね。まあ、こうやってね至るところに、まあ、イコンと呼ばれる、まあ、聖教の、まあ、聖像画ですね、そういったのが掲げられていて、こっちはね礼拝堂みたいになってるんですね。ちょっと映像暗いですけれども、まあ、大体の雰囲気は分かっていただけると思います。本当ね中は小さいんですよね。なんか多分礼拝とかだったらここはぎゅうぎゅう詰めになるんだと思いますね。で、まあ、このグルジアに、まあ、キリスト教を広めた人っていうのがこう聖ニノと言われる、まあ、グルジア正教にとって最も重要な聖人なんだけれども、彼女は女性だったんですけれども、あの彼女がねここに持ち込んだと言われる十字架っていうのはね、やはりあの見ることはできないんですね。我々はあの中に大切に保管されていて、まあ、コピーですね、コピー品はここで掲げられています。はい。で、まあ、ブドウの木で作られたと言われている十字架で、あのニノ自身の髪の毛もそこに植えられていたと言われています。はい。で、こう聖ニノっていうね女性も大変まあ、興味深い、人というか、まあ、方で、もともとはねトルコ、今でいうトルコのカパドキあたり出身で、まあ、両家の女性だったと言われているんですけれども、彼女はある種の奇跡っていうのを持っているとされていて、例えばね失明した人を治したり、まあ、そういうやっぱり超常的な力があったと言われている人で、彼女の持っている十字架っていうのはね、そのさっき言ったバラ十字っていうんですけれども、それはもう、グルジアのキリスト教のある種象徴なんですね。はい。で、今ね教会の端っこで行われていたんですが、これは実は洗礼式なんですね。見えないんですけれども、奥に赤ん坊がいて今、洗礼を行われている最中ですね。つまり、ジョージア正教徒になっている最中なんです。正教ではですね、基本的にあの洗礼はですね、大人の洗礼は頭からこう水を浴びるような形で行われるんですけれども、まあ、お盆みたいなところに置いた水の中に赤ん坊をつけているという、そういう形で幼児洗礼は行われていました。それではね外に出て散歩を続けてみます。はい。で、今これ教会を出たすぐの場所なんですが、今目の前に見えている大きな建物、実はこれ博物館として今運用されているんですが、ここはキャラバンサライだったんですね。先日シェキで僕が泊まった場所もキャラバンサライでしたけれども、トビリシのキャラバンサライはこのように博物館になっています。もうね、この辺一帯は完全に観光客の場所ということになっています。建物はね歴史を感じさせるものばかりなんですけれども、ブティックが入っていたり、入っている店はみんな近代的で、はい、レストランとか、それこそねクラブとか、そういうところも同じような建物の中に入っています。まあ、こう歴史ある建物をただこう歴史あるものとして扱うんじゃなくて、現代の生活の中に取り組んでいるっていうのはね、なかなか、まあ、面白いですよね。まあ、観光客からすればね、ちょっと興ざめする部分は確かにあるんだけれども、でもやっぱり生活者の視点から見れば、こういう形で歴史をつないでいくっていうのが、まあ、最善なのかなと、街づくりとしてはね、そう感じますね。
なんかこう作られた、なんかあえて守ってます、この古いのを、古いのを我々は命がけでも守りますみたいな、そういうのはね僕はあんまりちょっと得意じゃないんで、あのこれぐらいあの緩い方が気が楽ですけれどもね。でこの辺はねもう夜になるともう半分クラブ状態になります。結構あの多分夜になるとねやっぱ地元の若者たちも、まあ、遊びの場にもなっているんだろうなと。はい、今ねあのグルジアの中心地ですね、あの広場に向かって歩いているところなんですけれども、はい、今回のね散歩動画は一応まああのトビリシの旧市街の中心地まででおしまいにしようと思っていて、あの後半ね、先ほどちょっと言ったハマム温泉地であったり、まあそういった場所をね紹介できればいいなというふうに思っています。このね階段を登ったところが、まあ、どういったらいいんだろう、トビリシの旧市街のまあ中心地になるんですね。はい、出てきました。ここはね交通量もものすごく多くて、あの観光客も多い場所で、ここからねあのなんだろう、シティツアーの観光用の2階建てバスとかがここから走ったりしていますね。はい、今ね目の前に見えるのが I love トリビシというですね、まあ、看板なんですね。でもここがまあ旧市街のある種ランドマーク的な場所になります。今日の散歩動画はここま で、次回ですねまた、トビリシ散歩の続きをご紹介したいと思います。それではまた。